突然ですが問題です、5月31日は何の日でしょうか。チッ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 ティン。そうですね、私ハイチが YouTube に授業動画を投稿し、改めましてどうもハイチです。5月31日はですね、世界禁煙デーという日なんですよ。皆さんご存知でしたでしょうか。私はね、最近新聞で知りましたけど知らなかったんですが、もうちょっと近いなと思ってね、せっかくなんで動画撮ろうってことで今撮ってるんですけど、タバコに関して多くの方が体に良くないっていう認識はあると思います。まあ、それは小学校の時からそういう教育をされてるわけだしね。なんですけど、せっかくこの日に投稿ができてるので、再確認、改めてね、こういう病気のリスクがあるんだと。でいっぱいちょっといろいろ調べたんですけど、その中で、あ、実はこういう病気のリスクもあるんだって自分が発見したことがあったんですよ。なので、それをお伝えしたりとか、自分がね、マジで知らなかったわっていう知識とかもあったので、それを少しクイズにしながら、動画ね、撮っていこうと思いますので、よかったらね、最後までお付き合いください。まずタバコの基本的な知識、多くの方が知ってるかもしれないけど再確認です。よろしくお願いします。でタバコっていうのにはまず5000種類以上の化学物質が含まれています。5000以上です。でその中には有害物質、つまり毒だね、体に良くない物質もたくさんあって、有名どこで言うとニコチンですね。ニコチンとか、あと一酸化炭素とかも入ってます。いろいろ入ってるんですが、この辺が特にね、有名な有害なところ。そしてタバコを吸ってるとね、どんな病気のリスクがあるかっていうと、有名どころで言うんだったら肺がんですね。肺のがんだったりとか、気管支炎、喘息もそうですね。喘息とか、あと脳卒中とかもあるんですけど、自分が調べてて、あ、そうなんだっていうのが、免疫力が落ちるんで、インフルエンザとか、感染症ですねとかにもすごくかかりやすくなるそうなんですね。だから、学生のみんなとは全然ね、例えば心臓病とか言われてもピンとこないと思うんですけど、そういうインフルエンザとか身近な病気とかにも非常にかかりやすくなる、免疫力が落ちるんだっていうのもぜひね、覚えておいてください。じゃあここでね、1個問題を出していきます。自分がね、知らなかったんですけど、じゃあ学生に絞って中学1年生と高校3年生をちょっとピックアップします。中1と高3ね、中1と高3の子でタバコを吸う、1ヶ月に1本でもそれを吸ったっていうカウントにした時に、喫煙率って何パーセントぐらいだと思います。でこれを結構昔から統計が出てるんで、2000年です。まず1個、20年前の2000年と一番最近のデータがね、2014年、6年前なんだけど、2000年と2014年で何パーセントぐらいの中学校1年生と高校3年生がタバコを1ヶ月に1本でも吸ってるかってちょっと予想してみてください。それでは回答です。でこれ男の子と女の子別々データが出てるんですけれども、まず、2000年からいきます。2000年は中学1年生の男の子が 22.5% です。5人に1人、つまり30人のクラスだったら、6人ぐらいが吸ってるんです。で高校3年生になると 55.7%、 2人に1人以上、すごくないですか。さすがにそこまでとは思ってなかったですけど、でもね、割と多かった。自分男子校に通ってたんで結構いたんですよね、周りタバコ吸ってる人で。女の子にすると、女の子でも中1で 16%、 高3で 36.7%、 3人に1人だねが吸ってる状況で、もしかしたらみんなこれね、そんないなくないって思うかもしれない。でそれは実は正しくて、2014年になると中学1年生の男の子は 5% です。22.5 から比べるとすごい減ってる。でこれはもう本当、そういうね、こういうタバコ良くないよっていう教育の賜物だと思います。だからすごいことなんだけど、でも逆に返すと20人に1人は吸ってるんだよね。だからクラスに1人はいるという状況で、高校3年生になると男の子が 13.2%、 減ってはいる、すごい減ってはいるけどね。で女の子は中1で 2.9%、 高3で 6.1% です。でこのぐらいの人数が吸ってるという状況。もちろんこれ6年前のデータなんで、この流れで言うとね、ずっと下がってるの、2000年から。だからもっと下がってるかもしれないけれど、いるはいるんです。みんなの周りにいるかわからない、言わない子が多いからね、吸ってるって、特に中高生だと。だけど、こういう状況だってことをぜひ覚えておきましょう。で今回この動画を撮ってる実は一番の目的はこの後にあってですね、今見たように人数は減ってます。だからこの動画を見てくれてる方の中で学生でね、タバコ吸ってない方の方が圧倒的に多いわけなのに、こうやって熱弁している。なぜかっていうと、それは将来的なところ、
今は吸ってなくても何かのきっかけで、特に自分の身の回りで多かった、生徒で多かったのは、女の子は恋愛が非常に多いです。彼氏が吸ってる、特に年上の彼氏だったりして、その人が吸ってるとその影響で吸ってしまったり、男の子は友人絡みです。友達がやっぱ吸ってるとっていうので巻き込まれちゃうんですよね。でタバコの怖いところは圧倒的な中毒性、一回ハマってしまうと抜けれなくなります。やっぱり病院とかで外来を受けないとなかなかやめることができない。やめることはできるんだけどね、ちゃんと治療すれば。なのでその沼にはまるストッパーになってほしいなと。自分が思っているのは、みんながいつかパパとかママになる日が来る、そこに、で覚えてほしいんです。何かっていうと、まあ、みんなタバコがさ、あのお腹の赤ちゃんに影響が悪いっていうのは当然想像つくと思うのね。でこのどのぐらい悪いかっていうのをちょっと覚えておいてほしくて、乳幼児突然死症候群っていう病気があります。まあ、そのままです。乳幼児、赤ちゃんが突然死、突然亡くなってしまう病気ですね。突然症候群、このリスクがどれぐらい上がるのかっていうのを覚えておいてください。ちなみにこれを昔塾で話した時に、まあ、知識なかったからしょうがないんだけど、男って関係なくね、だって赤ちゃんお腹にいないしって言ったやつがいます。アホ、関係めっちゃあるからね。タバコっていうのは手榴煙、自分で吸ってる手榴煙と、このタバコから出てる副榴煙、煙ですね、副榴煙と呼出煙って言って、タバコを吸って吐いた煙、全部に毒があります。っていうか手榴煙よりこの副榴煙、こっから出てる煙の方が毒があるからね。だから男性の方が吸ってたら、その煙を奥さん、ね、妊娠してる女の人が吸ってしまったら、そこに毒を与えてる。でデータとして、パパとママどっちかがタバコを吸ってる状態で、まあ、妊娠しててね、タバコを吸ってると、さっきの乳幼児突然症候群のリスクが 2.5 倍に上がります。 2.5 です。これが両親2人ともタバコを吸っていると 5.77 倍までリスクが上がります。約6倍の可能性で自分の赤ちゃんが死んでしまう、殺してしまう可能性があると。これをぜひ覚えておいてください。はい、という感じでね、熱弁してきましたが、実はですね、例えば Google とか Yahoo で喫煙だったかな、喫煙って調べて、まあ、スペース上げるじゃないですか、予想検索出ますよね。6個目ぐらいに喫煙メリットって出てくるんですよ。ってことは喫煙とのメリットを調べてる人が多いっていうことですね。 何を表してるかっていうと、確かに吸ってる人は少ないけれど、吸いたいなって興味を持ってる人は圧倒的にまだいるはずなんです。でもメリットってなんかないのかなって調べて、でそこでメリットがある、あそうなんだってなると背中を押されちゃうんですよね。それが欲しくて多分調べてる。だからその状況って、今は喫煙してないけど喫煙者になってしまう予備軍の、特に学生が今でも多いんじゃないかなって自分は思ってるんですね。圧倒的に良くない、体に良くないとか、なんか痩せるとかあったよね一時期ね。あれ嘘だからね。そう、タバコのおかげで痩せてるわけじゃないからね。そうだから、そういうのがあって、そういうデマ情報とかがなくなってきて、ちゃんと、知識がみんなに届けられてるから止まってると思うんだけど、でもどっかで興味があったり吸ってみたいっていう気持ちが出てる子もいると思う。吸うことが悪いとは思わないよ、成人してから。別に法律にの、まあ、間違ってないから。けれどやっぱり体にいいことってないんだよね。そう、毒だから。だからやっぱり始める前に、始まってしまったら沼にはまっちゃうから、そこに行く前にちゃんとした知識、ちゃんとした情報を得て、それでも行きたいっていうんだったらいいと思う、それは。でもね、その行ってから実はこうだったのか、マジかってなってしまうのはすごく嫌だったので、今回こういう動画を撮らせていただきました。まあ本当ね、いろいろバーって話しちゃいましたけど、どっかでね、なんか今日話した情報が頭の中に残ってくれたら嬉しく思いますので、ぜひちょっとでいいんで覚えておいてください。以上です。ありがとうございました。